はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、いつも通りメリーガチャですねをこなしていきます。今回は桜メガワンダーか。気合い入れていくわよ。さあ、型のマネーを宝塚記念に出走させます。あ、いい感じじゃない。お、またけが出てますね。ありがとうございます。またこういう瞬間が嬉しかったりするんですよね。元気いっぱいね。何か用？バタジオベストは変わってないみたいですね。少々回復させる必要があるようです。調子回復。嬉しそうね。何かよ。バタイジオの挑戦をもう多くなし、悪くない状態で挑めます。おっと、 1.3 倍、圧倒的な1番人気。投票受付を開始します。大馬場属性も悪くはないんですよね。両馬場ですが、さあ相手ですが湘南パンドラ、ゴールドシでもゴールドシップだよな、ラキシス、ヌーボーレコルトあたりですね。東方ジャッカルあたりかな。それ続くとしたワンドンリーラブリーデー、当然スターダムというこの辺りの馬がライバルです。まあ最も WBC 取ってる馬なんしですし、距離はベスト。ここはもう勝たなきゃいけないでしょう。さあ宝塚記念発送です。頼みますよ。G1 宝塚記念です。12頭の思いはそれぞれです。
宝塚記念、果たしてどの馬が夢をつかむのか。真っ青な緑の絨毯を踏んで12頭が飛び出しました。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。先手を取って2番ラキス、カレンミノティック、外から行こうというところ。そしてその後ろからラブリーデイ、それからもう1頭ドーフォーキャンパル、3番ワンアンドオンリー、それから11番ドーフェンスターダム、7番湘南バンドラ、それからもう1頭パパノバレイ、ヌルトレコッド、それから足毛の馬体ゴールドシップであります。内を通りまして5番大外エスタが後ろから5番手、第1コーナー右にカーブを取って第2コーナーしんがりからデニムアンドルビー、流れるようにレースが展開されています。これが先頭8番カレンミノティックであります。東方ジャッカル、マラケザレース展開です。そのうち2番ペースは意外と速くないです。その後ろ、そして5番手に3番ちょうど半分をクリア、11番ドーフェンスターダム、7番湘南パンドラ、ここにいたカタノマレイ、堂々たる1番人気、注目の的になります。悪くないですね、集団エア後ろ。さあ、800m。そしてその後ろからディアデラマドレ、おっとここにゴールドシップが大まくりを打ったぞ。先頭行くのはカレンミノティック、まだ動かないカナオマレイ、ラキシスであります。その外からはすごい大まくりだ。さあ阪神競馬場は大歓声、もう先頭に立ったぞゴールドシップ。ゴールドシップ引き離す、まだ先頭ゴールドシップ。カナオマレイ来たが4馬身リード、カナオマレイが2番手、カナオマレイ完成か、カナオマレイが外から、かわしたな。ゴール前の大逆転、勝ったように差し切りましたね。で何かよ、これは非常にあの心強い内容だったと思います。気合い入れていくわよ。気合い入れていくわよ。キングジョージはちょっともうすぐですから間に合いそうにないです。 WBC か SWBC っていうことになりますね。はい、というわけで今回宝塚記念を勝ちまして4連勝ですね。なかなかいい流れを掴んでおります。残り87周、まだ3分の2以上残っております。さて次回はどうしましょうか。 WBC か SWBC か少し考えさせてください。なんとなく SWBC でもいい勝負はできそうな気はしますが、 WBC 勝った場合SWBC2 着より美味しいですからね。まあそこまでの絶対な自信はない。まあでも一回走らせてみて、あの様子を見てもいいかもしれないです。そこのとこはまた次回まで、お待ちください。とにかくここまでは結構あの良好な成績を誇っております。次回も、お願いいたします。お願いするといったチャンネル登録ですね、今あの900人超えたところです。残り100人でですね1000人達成して
収益化もできますので、継続して動画の投稿などするモチベーションというのが出て整ってまいります。ぜひご協力よろしくお願いします。またこの動画チャンネルなどを拡散していただいても拡散していただければなお嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。